ちゃんです。ママです。こんにちは。今日はおやつを食べます。違うよ。今日はね、ナイトルーティーンをするの。今日はナイトルーティーンはしますって。します。最後まで見てね。いい。バイバイ。はや。それではどうぞね。いくよ。せーの。それではどうぞ。それはどう。それではどうぞ。はい、それでは早速夕ご飯作っていきたいと思います。もう冷凍しておいた野菜を味噌汁ですね、作ってますね。はい、のうきを味噌汁に入れます。まあ、今回はねめちゃめちゃ簡単な感じです。超楽しちゃった。はい、はい、ネギを切って、はい、グリーンサラダを作ります。もうね結構日が経ったレタスだからね色がはい、トマト、これもサラダ用でございます。そう、最近ね私がトマトにハマりすぎてね、トマト多めはい、切って切って、そしてあとはね炒めるだけだったので先に洗濯物を畳みました。もう料理終わってご飯食べ終わってから洗濯物を畳むこともあるんですけど、今回はねなんか待ってる時間結構簡単にご飯仕上げちゃったので時短で、はい、待ってる間に洗濯物を畳んでおります。しかもねこの日は2日分か3日分ぐらい溜まってたんだよね。そうだからさめちゃめちゃ長いよ。でひーちゃんはねソファーでねこのご飯を作ってる間だけ YouTube タイムしています。いつもねひーちゃんがYouTube する、YouTube するっていうので、はい、YouTube タイムでございます。そんな感じかな。もう長いな、このシーン。めちゃめちゃ長い。特にこだわりも何もないから、ま、もういっか。この辺で切ります。はい。はい、そしたらね、再度、料理をしていきます。もう今回はもう出来合いの、もう炒めるだけっていうのが売ってて、それがめちゃめちゃ安くて美味しそうだったので、それだけです。はい。なんかね、ネギ塩、何だったっけ、ネギ塩豚みたいなそんなやつでお味噌汁を作って、あとはね作り置きで結構あもうそろそろ食べきんないとやばいなみたいなのがあったのでそれらをはい食べてます。今回はめっちゃ簡単、もう多分調理時間20分ぐらいはい、できました。こんな感じです。はい、お手手合わせてください。パチン。いただきます。どうぞ召し上がれ。はい、いただきます。いただきます。お、上手じゃん。ママ、ない？ママ、黒のお箸。ひーちゃん、何色のお箸？白のお箸。ね、白のお箸ね。おいしい、アンパンマン持ちして。なんで、アンパンマンに食べるとこ見てもらうの？うん、じゃあ、はい、ここで見てるから、ひーちゃん、しっかり食べれる？うん。じゃあ頑張って食べて。さっき人参食べた。人参食べた？うん。次何食べるの？いただきます。はい、どうぞ召し上がれはい、どうぞアンパンマン。うん、はいアンパンマンに負けたの？食べたいの？僕もお腹空いたの？お腹空いたよ、ひーちゃん。ご飯食べたいの？うん、はい、ありがとう。おいしい。ありがとう、ひーちゃん。ひーちゃんもおいしい？うん、はい。ひーちゃんでーす。ひーちゃんでーす。ママでーす。よろしくねー。よろしくねー。今日はひーちゃんでーす。今日はひーちゃんなの？ユーチューバーココです。聞いてた？ユーチューバーココですと。挨拶からしないと。
皆さんこんにちはって言わないと。皆さんこんにちは、もうすぐ5歳です、イエーイ。口癖は、口癖は嫌だと、嫌だとお腹すいたです、お腹すいたです、よろしくねって、よろしくね、バイバイ、バイバイ、バイはい、Make me happy or make you happy? Make you happy. 、はい、Oh, I just wanna make you happy. I'm more than happy. Happy, happy. Happy, happy. 虹好きなの？虫。どうした？やったな、やったな、マジマジ、あ、いやだいやだいやだ、食べちゃうよ、食べちゃダメだよ、食べちゃうよ、食べちゃダメ、パパに意地悪しないでって、意地悪しないで、じゃあ言うこと聞く、言うこと聞かない、言うこと聞かない、聞かないんかい、聞かないんかい。いつもパパがひーちゃんをお風呂に入れてくれてます。娘を着替えさせてから牛乳を飲ませてます。まだ飲む、まだ飲むの、うん、まだ飲むの、うん、で最後ね、最後じゃない、最後だよ、最後じゃないよ、全部。飲む人。はい。こぼさないで。この日はね、歌番組で NiziU が出るので待ってます。はい、そしてお風呂から上がりました。スキンケアをしていきます。ちなみにね、このジェラピケのトップスというかパーカー、友達のみのりんごめんね来てるよもうそうやってね、友達が置いていった服とかを勝手に着るのが私です、ごめんねはい、テレビを見ながら、歌番組を見ながらスキンケアをしていきます。なぜ立ちながらやってるかというと、立っとかないとひーちゃんが触るからです。こんな感じで、パパに娘を見てもらってる間にスキンケアをしっかりしていきたいと思います。はい、なんか飲んでるね、なんか飲んでるね、風呂上がりはね、水分補給しないとね、ルイボスティー飲んでます。はい、10時になりました。娘はね、まさきが寝かしてくれたので、はい、お弁当作りをしていきます。もう詰めるだけなんですけど、ちょっと余ったものとかがまあまああったので、今回は詰めるだけでございます。なんでもう詰めてるかというとですね、私朝がめちゃくちゃ弱いんですね。もう本当にね、朝から動くっていうのが本当に苦手なので、そう、もう前日にこういう風に詰めといて、もう次の日はご飯詰めるだけっていう感じにしています。はい、肉ばっかりのお弁当そして動画編集をしていきます。12時までには寝ようと努力をしていて、動画編集できる時はしてる、体力ない時はしてない、もうひーちゃんと一緒に寝ちゃったりとかもしています。そんな感じのナイトルーティンでございました。少しでも参考になったら嬉しいです。それでは次回の更新でお会いしましょう。バイバイ。